はい、皇室の問題において、雅子様が、雅子様ではない、眞子様が、ご健康なさってですね、皇室に対して非常にこれはかつてない角度で、やっぱ皇室は絶えず、私たちの、日本人のにとってのやっぱり大切な、関心事項ではあるわけなんですけども、こういった眞子様の、小室圭氏との結婚によって出たような皇室の在り方について、考える機会を、かつてない形で与えられているのではないかなというふうに思います。で、それでですね、皇室について、調べる中で、この名古屋という土地にある熱田神宮という神社を名古屋やこの愛知、三重、岐阜県外以外の人たちは熱田神宮についてどれほど知っているんでしょうか。おそらくほとんどの方が知らない、ご存知ではないと思うんです。で、この神社は非常に皇室ゆかりが深くて、三種の神器の一つ、剣をってですねを、保管してあるという非常に大事な神社なんですよね。で、それは三重の伊勢神宮とあれ匹敵するような大事な神社であるわけです。ただそれに対して名古屋の人間ってほとんどその意識しないな。もちろん熱田神宮は、例えば初詣をする時の一番やっぱり名古屋で、人が集まる、この愛知県、この東海3県の中でも、やっぱり、三重とか岐阜はちょっとわからないかな。その中でも愛知県民にとって熱田神宮よりも人を集める神社って多分ない。その年始年末、年末はないか、年始の初詣ですね。で、場所広いですね、大きいですね。名古屋市のある意味中心にありますし、重要な神社なんですけども、そういった皇室との非常に歴史があるわけですよね。それを意識して大事にするっていう思いがあまりないように思いますね。もう一つ、覚王山に日大寺という覚王山日大寺というところがあるんですけども、これもまた非常に歴史のある、言われのある、お寺でして、どのような寺かというと、19世紀後半か、多分100年前ぐらいになると思うんですが、多分明治、大正の世ぐらいに、インドでだと思うんですが、およびその付近の場所で、お釈迦様の骨らしい、ものが見つかったんですよね。で、それでインドは残念ながら仏教は滅び、ヒンドゥー教の国なの で、その発見した方々は、仏教国である、タイに、それを寄贈するわけなんですね。で、それを受け取ったタイも、その自分たち一国だけでその遺骨を所有するということをせず、近隣付近の、仏教校に分け与えてあげるということにしたそうです。で、その中で当然日本のじゃあどこにそれを保管する、安置する、場所、お寺を作ろうかとなった時に、もちろん当然東京とか京都であるべきなんだろうという話になったようですが、いろいろな力関係でやはり頓挫して、最終的に名古屋に祀られることになったんです。これも考えてみたら非常にユニークかつ重要な歴史的な、建造物であり、その骨をお釈迦様の骨を置いてあるという意味でもやはり非常に重要な場所であるべきはずなので、その大事な歴史をやっぱり名古屋の人間はあまりこう知って、こう次の世代に伝えるってことをしてないなっていうのがやっぱり非常にやっぱ残念に思いました。それとやはりお釈迦様、仏教、宗教そのものはこの2000数百年間の間、語り継がれ信じ続けられたものであるんでしょう。もちろん代々そのお釈迦様が亡くなって、その遺骨は代々そう認識されて大事にされてきたわけじゃないんですね。そんなものだったら多分日本には来なかったと思うんですけど、たまたまその
土の中で掘り返されて発見されて、そういう意味で言ったら 100% これが真にお釈迦様の骨であるかどうかっていうのは疑わしい部分ももちろんあると思うんですよ。ただやっぱりその可能性があるというところで大事にしているというところでやっぱりそれなりの価値があるんだろうなというふうに思います、うん、でも地元としてねこの、熱田神宮そして日体寺のこの、まあ、非常に重要なもの、まあ、特に宗教的に重要なものが置かれている、それをもう少し市民は知って大事にしてほしいですよね。